ではですね、この1時間のお時間、案外とあっという間にもうちょっとで15時ということなので、あと10分ぐらいありますので、皆さんに、このトークセッションご参加いただいたこのお三方に一言ずつ会場の皆さんへ、メッセージをいただきたいと思います。他になんかこれ喋っときたかったとかいいですか？もうこの一言に、たくさんお話いただいて結構ですので、では平さんからお願いしていいでしょうか。今日はありがとうございました。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。これから寒くなりますけど、来春また自分のバイクでですね、方々に出かけたいと思ってます。特に安全に気をつけて末永くオートバイと付き合っていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。では川島さんもお願いいたします。はい、10分もあるんで少し長めにしないと困りますね。ありがとうございます。はい、でも短くします。ですね、私がバイクに対して一番強く思っているのは、やっぱりさっきも言いましたけれども、自己責任を問われるっていう乗り物 で今本当に私たちが暮らしている社会の中で、自分が自分の身を守るために自分の責任がこれほど重要になるっていうのは、実は僕はオートバイに乗ってる時しかないんじゃないかというふうに思ってます。で、普通に皆さん多分今日はバイク乗ってる人が周りにいらっしゃると思うんで共感してもらえると思うんですけども、普通の人たち、例えば車しか見ない子に来ても人たちっていうのは、やっぱり何かに飼いならされた社会の中で安心と安全を守られて、でそれが当たり前だと思って暮らしている。で、それで本当に私たち人間として正しいのかっていうのは僕は常に思っています。で、一方でもちろんそういう安心安全の社会を否定するつもりは一つもないんですが、安心安全社会の中にいたとしても、その中である時だけは自分で自分の身を守るということに全ての責任を自分が負うというような経験をするというのは、おそらく動物としての人間として一番根源的なことじゃないかなと思っていて、なんとなく今のこの、車やバイク作ってるメーカーさんもどんどん安全に安全にということで、下手するとそのうちジャイロつけて転ばないバイクなんて出してくれちゃうんじゃないかとすごく心配してるんですけれども、そのなんとなくですね、人がその人としてなんていうかな、生きていくことをどんどん低い方へお金を出して、わざわざものすごく低いところに人間を押し込んでるような気がして仕方がないんですね。ですから昔はやっぱりバイクに乗るっていうのは反逆のそのシンボルだったような気もしますが、今のこの安心安全社会の中でもある意味ポジティブな反逆じゃないかなっていうのは僕自身の感覚です。ですからその社会に飼いならされて、その人の言うことだけ聞いて羊のように生きていきたい人はそのまま生きていけばいいというふうに思いますけれども、自分たちやっぱり人間なんだという気持ちを少しでも持ちたいのであれば、僕は今の社会の中ではオートバイに乗るというのは一ついい方法だろうというふうに思っていますし、例えば若い人たちがそうやってオートバイに乗って自己責任ということをみんなが学習していたら、多分今の社会の中で若い人たち中心にデモをしたり、それからその政府に対していろんなことを言ったりっていうアクションが多分起こるんですね。でもそうしたことも起こらず、なんとなく皆さんお上の言うことはお上の言うことだと思ってスーッと流されて、それでいいんだと思って日々平和に暮らしているだけで良しとしているのは、そういうその戦う気持ちというか、その人間としてのもう一つの違う本能の部分っていうのをみんな牙を抜かれて失っちゃったからじゃないかなというふうに強く感じています。ですから僕自身はやっぱり若い人も老若男女問わず、例えば今のこの社会の中ではオートバイに乗るっていうのはすごく意味があって、そういった人たちがもう一度自分を見つめ直した上で社会と関わってくれるっていうような方向に行かないかなっていうのが僕の哲学的な願いです。3分しか持ちませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごくたくさんの思いを込めていただきました。今川島さんの話を伺いながら、なんかすごくそうかと思うことが多かったので、なるほどなと、きっと皆さんもね、こう笑顔になったり、こううんっていう、こううなずくお顔をされてたりと、すごくメッセージにたくさん伝わったと思います。そして、鈴木さん、私鈴木さんに伺おうと思って一つすっかり失念していたことがあるんですけれども、鈴木さんのお顔って、皆さん鈴木さんはこういうトークショーに出ていらっしゃることはあまりないとご自分でおっしゃってたんですけれども、MotoGP の映像を見てるとたまに
バッチリと映っていらっしゃったりとか、そういうところでもね、見てらっしゃる方もいると思うんです。それだけ、チーム HRC の、関わっていらっしゃる、まあ、関わっていらっしゃるというか社長さんなんですけれども、そこの、まあ、プロのライダーたちと、接していらっしゃって、そことこの我々の、一般道で、まあ、バイクに乗るユーザーたち、そこは何かこう関連性っていうものはあったりするんですか？あの全く一緒だと僕は思ってます。一緒、はい、あの、はい、KC ストーナーであろうが皆さんもユーザーであろうが我々から見ると全く同じで、オートバイという道具を扱っていただいている方ですから、そこは全く一緒です。一緒なんですね。でも我々では考えもつかないようなことが、それこそケイシー、今季優勝チャンピオンになったりしましたけども、その中でもやはりズバ抜けていたりとか、彼らは、まあ、彼らというか特にケイシー、彼は鈴木さんの目から見ていらっしゃって、ここは常人とは違うぞっていうようなポイントってあったりするんですか？非常に情緒が安定してます彼は。それで、なんていうんですかね、まあ、結構もうかなりシビアなところに車がハードウェアとして来てますので、セッティングが出るか出ないかというのはものすごく重要になってきてるんですね。これは電子制御も含めて。で、多分今走っているライダーの中でケイシーが一番そういうそのセッティングの詰めに一番ズボラというか許容範囲が広いライダーであるというふうに僕は思います。なるほど。その許容範囲の広さが安定したで、結果的にもうダントツみたいな強さなんですかね。そうだと思います。そうなんですね。彼は電子制御が非常に嫌いなんですね。ですから今多分、まあ、ヤマハさん、ドゥカッティさん、鈴木さん今年走ってましたけど、一番多分ケイシーが制御を入れてないというふうに僕は見てます。そういうなんかいろんなこうもうホンダの最新技術が詰め込まれて、こうバイクの性能っていうのも上積みなのかなって思ってましたけど、彼の意思で省いてるものもあるんですね。使ってないかというと使ってるんですけど、うん、介入の度合いが彼が一番低いんです。で、逆に言うとですね、彼が、まあ、今季入ってくれてですね、その介入の度合いが少ない制御を求めるがために制御がより緻密になったんですね。ですから結果的に他のライダーにも、それが功を奏したというのが、まあ、実態かなというふうに思ってます。なるほど。まあ、我々、一般ユーザー市販車として、市場に出ている車両を、まあ、新旧問わず楽しんでいる我々ライダーと、そしてプロの世界として、まあ、開発も含めて、戦っていらっしゃるライダー両方を見ていらっしゃる鈴木さんのご意見、やっぱ面白いですね。聞かせていただくとね、ありがとうございます。ではすいません、無理やりなんかお聞きしちゃったみたいになりましたけど、皆さんにも改めて一言お願いいたします。川島先生が今ライダー側の観点でオートバイのお話をされましたけど、私はハードウェアの観点でお話をさせていただきます。今このタイミングでですね、オートバイが今までなくて、今誰かが発明して世の中で公道を走れる乗り物としてどっかの国が認めるかっていうと、多分僕は認めないと思います。そのぐらいおそらく要するに不安定な乗り物なんですね。それでケイシー・ストーナーが乗っている車もですね、まあ、一部のメディアが転倒しないような装置がついているんじゃないかみたいなことをお書きになってますが、簡単に転倒します。皆さんが乗っているオートバイと何も変わりません。ですから、そういうものだというのを大前提に、やはりその乗っている方が素晴らしい、まあ、その業界、我々業界を含めてそれが素晴らしいっていうことが、やっぱりこの後オートバイを次の世代につなげていく一番大事なことだと僕は思います。ですので、素晴らしいとか素敵だって思われるっていうことがやっぱりなんだっていうのをみんなで考えていきたいなというふうに僕は思います。これは皆さんだけでもダメですし、我々だけでもダメですし、オートバイに関わっている全ての人がやっぱりそういったところを目指して、楽しんでいくというのが一番大事なんじゃないかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ここで川島さんがもう一言だけいいと言っていただいたので、ぜひお願いします。すいません、バイクとちょっと関係ないんですけれども、ご存知のように3月11日東北地方大変な震災に見舞われました。
で私たちはライフラインが全部切れる中で東北大学もかなり被害を受けましたし非常に心細い思いをして暮らしていたんですけどもそんな中いち早くですね中京地域関西地域を中心にその道が動いてないにもかかわらず新潟からたくさんの支援物資をいただき本当に被災地の中の人間はそれで何とかやっていけるという自信を持つことができました。あの被災地の中央にある大学の教員として皆様方にまず御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。それから今町は本当に昔に通りに戻りました。全く平成に戻ってます。ただ沿岸部に行くと何もないです。その瓦礫がやっとなくなっただけでおそらく戦争の後ってのはこんな感じかなというような何もない大地が海側が広がっています。そこでまだ未だに立ち上がれたくても立ち上がれない人たち、それから親や家や全部なくした子どもたちたくさんいます。でぜひこれからもその頭のどこか少しに東北ということを意識していただいてその東北に対する支援を続けていただければというふうに思います。大きなことはいりません。例えばどこかで町であこれは宮城県のものだなとかあこれは岩手県のものだというものを見つけていただいたらぜひ一つでいいんで買ってください。それが私たち自身もその被災地の中で頑張って中の人間が助けていくのももちろんですけれどもその全国の皆様方の支援があるということが本当に心の支えになりますのでぜひあのこれからまだまだ東北長い時間かかると思いますから皆様方のご支援をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ね、もうこうバイク乗り、まあ、バイク乗りに限らずもうみんなが自分にできることは何だろうと改めて考える、ね、機会になったものだと思うんですけども、まあ、我々バイク乗りができることをしていけたらいいですよね。でそしてバイク業界というかバイクのこれからの世界のためにはというと私が言うのもなんか申し訳ないんですけれどもやっぱり皆さんのお話を聞いてるとバイクに乗ってない人にもかっこいいなやっぱバイク乗ってる人はと思ってもらえるように、まあ、私もしなきゃいけないと思いましたし皆さんも心がけていらっしゃるんでしょうし皆さんも誰が見てるかわからない。でもしかしたら誰か見たバイクにまだ乗ってない人がそのもう あなたを見てバイク乗ろうって知らないところでバイク乗りが生まれるかもしれないっていう可能性が全てのライダーにあるっていうことですよね。誰かのヒーローになれるかもしれない。ぜひ皆さん素敵なバイク乗り、これからも、目指してというかこれからも続けて、バイク楽しんでいただけたらいいなと思いました。この1時間の、トークセッションフォーラムバイクに乗って出かけよう私たちが魅惑の世界をご案内いたします。お楽しみいただけましたでしょうか。改めてゲストの方々ご紹介させていただきます。まずでは一番あちらの、本田技研研究所、常務執行役員 HRC 社長の鈴木哲夫さんありがとうございます。そして東北大学教授川島隆太さんありがとうございます。そして、元グランプリライダー平レーシング社長の平忠彦さんありがとうございます。そして私多聞で、お届けいたしました。皆さん1時間ありがとうございました。ありがとうございました。今一度ステージ上の皆様に大きな拍手をお願いいたします。大変貴重なそして興味深いお話本当にどうもありがとうございました。